もアディオスクワッドのケンゾーです。マルクです。ジュンです。今回はなんとね、またまたやってまいりました、カラーフードチャレンジハロウィンエディションでございます。やっていきましょう。今回はもちろんいつも通りなんですけど、ハロウィンの色くじ、はい、準備してあります。ここにね、3つくじがあるんですけど、当たった色の食べ物しか食べてはいけない24時間の鬼畜チャレンジでございます。俺紫嫌だよ。紫も嫌だ。俺も嫌だ。え、じゃあこれ 何の色があるの今回は。オレンジ、紫、緑。オッケー、いいね。僕緑がいいかな、意外と。僕オレンジがいいです。Okay? 僕もオレンジが絶対に、紫が一番きつくなる。誰も紫欲しくない。紫キャベツしかないよ、ね、これもう罰ゲームみたいな感じじゃん。じゃあいきます。いいっすか。どうぞ。1個目どうぞ引いてください。ジュンさん、まだ開けないでね、まだ開けないで。どうぞマルクさん。やばいなー、これ怖い怖い。緊張しますね。次ツアンで開けるよ。ハロウィンフー、スリー、行くよ、ツー、ワン、イエーイ。よっしゃー、きた緑。よっしゃー。人生はなんて辛いことなんだ。紫紫です。頑張れ頑張れ頑張れ。いや最悪。まあ頑張っていきましょう。どうも皆さん、緑チーム、おはようございます。ちょっと冷蔵庫の中見てみましょう。はい、ちょっとね、今回買ったものあるんですけど、こちらなんかね、ピスタチオのフォンダント、わかんない。これこのままさ、なんか直で食べるのか、それかなんかに混ぜて食べるのかわかんないんだけど、なんかスーパーで緑色だったから買いました。よし、ほら一応緑でしょ。ちょっとなんか灰色っぽいけど、お味はうまっ。ちょっと甘みがあってね、うん、ピスタチオの味するか。これなんか味がして、ちょっとなんか蜂蜜とか何かが入ってる気がする。うん、うまいわ。おはようございます。ちょっとね、もう今日朝ちょっとした地震があったみたいなんですけど、それで目が覚めたんですけど、早速ね、朝ごはん作っていきましょう。まずは小麦粉。一人分しか作んないんでね、そこまでいらないです。そして牛乳がない。そして牛乳を入れましょう。ちょっとね、ちょっと入れすぎたと思う。多分これ。まずまず。あー、これ全然入れすぎたわ、多分。あ、いや、わかんないわかんない。あー、全然大丈夫だ。よかったよかった。これをどうやって紫にするんだって思ってるかもしんないけど、昨日ね、フルーツジュースを買った、買ったんすよ。これをちょっと入れてみよう。頼むからまずくならないでくれ、これのせいで。ちょっとね、見えにくいかもしんないけどね、これ、結構紫になってきてるんで、早速作っていこうかな。どうもー。オッケー、僕パンケーキ1個でいいかな。ここにはブルーベリーが入ってます。これをね、上から何個かバラ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 。いや、入れすぎたかもな、これ。おはようございます、オレンジチームです。今日ね、一日オレンジ色しか食べれないんで、朝はね、やっぱオレンジっつったら色と同じ名前のフルーツ、オレンジ。このね、オレンジジュース、絞りたてオレンジジュース自分で作って、さらにマンゴーも食べてみたいと思います。ふぅ、今日のために買ってきました。オレンジ絞り器。じゃあね、オレンジ、これね、半分にカット。おお、綺麗。結構綺麗だぞ、これ、ほら。綺麗なオレンジ。香りが強いね、やっぱオレンジってさ、カットした時にもそこにふんわりとオレンジの匂いが広がるよね。すごいわ。早速ね、この手動なんですよ、全部。これ機械もあるんですよ。こうくるくる回る、これ押してくるくる回るやつなんだけど、そんな甘えたらいけません。え、半分絞ったらこれしか出ない。めっちゃ大変だな、マジで。まあ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 、皆様皆様、スーパーでね、飲み物を買ったの見たと思います。こちら、あ、見えてない。こちら、緑色のジュース、オレンジとキウイジュース。ああ、冷たい、冷たい。話はいや、寒い。誰かに見られてました。めっちゃ変な顔で見られてた。うまい。まあね、いくら紫でもまずけりゃ意味がない。ってこう、まずくないでくれ、まずくないでくれ。あ、ふっ。味は悪くないんだけど、甘さがなさすぎる。フルーツの味がしてるだけって感じ。でも紫だったから一応チャレンジは成功だ。おお、結構絞れたぞ、これは。ただ絞りたてオレンジジュース。さて、じゃあ絞りたてオレンジジュース飲んでみたいと思います。美味しいのか。これやったの初めてだからね、みんな。うまい。え、うまい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 。そんなめちゃくちゃ甘いわけでもない。酸っぱさもちょうどいい。あのね、酸っぱさいらない方が好きな人多いと思うけど、僕はね、結構酸っぱくても好きなんで、超あり。みんなに試してほしいぐらい、これは。次はね、マンゴー。これマンゴー1個で、なんと、200円。おお。そして確かこれは、3等分ぐらいにすんのかな。じゃあカットしていきます。はい、次、こっち側。では、いきます。
うわ、あんまり熟してないか、このマンゴー。あまり熟してないし、これオレンジ？オレンジかな。その前に、まあさっさとやっちゃおう。こうやって縦の線を入れます。そして横の線を入れます。これがね、あのみんなが知ってる、こうやって開くと、みんな見たことあるでしょ、こういうマンゴーカット。じゃあちょっと聞いてくるわ。こんにちは。何これ。おお、これオレンジって言えますか。言えると思うよ、僕は。本当に。あ、そっか、ケンズは。そっか、順に聞いた方がいいかもしれない。伊藤、一つ判定をしてほしい。はい、マンゴー買いました。マンゴーオレンジじゃん。でも見てこれ、オレンジって言えるか。これは順が決めないといけない。あの、まあ意外といけんじゃない。本当？一応マンゴーっていうのはオレンジ色ので、だよね。僕もうこれ切った瞬間に、うわ、終わったってなったもん。オッケー、じゃあマンゴー食べよう。うま、全然熟してないかと思いきや、このマンゴーめっちゃうまいです。え、うまいね。あと、なんでマンゴーってこういう切り方がこうめっちゃ有名なの、謎なのよ。全然食べやすいとかないもんな、これ。うん、やっぱ普段食べないだけあってうまいな。よし、皆さん、昼飯はね、僕ちょっと野菜スープを作りたいと思います。そして使う野菜はこちら、ブロッコリー1つ、そしてほうれん草です。まずね、ブロッコリーを結構ちっちゃい部分まで切り落としていきます。このように、あー、鍋の中にオリーブオイルと、こちらもう事前に用意してあるね、玉ねぎとニンニクを刻みました。入れます。ダイアンさん、あのレンズが、ノー。そしてね、少し色がついてきたらブロッコリーを入れます。 OK。 そしてここでお水を少々入れて蓋をします。わかりましたか。うーん、パパパ。そうすることによってブロッコリーがちょっと出来上がっていくんですね。うん。そして一番下にある玉ねぎとかニンニクが焦げないんですよ。 OK。 で、ブロッコリーがね、少ししぼんできました。そこで上にほうれん草を乗せるんですよ。で、ちょっと混ぜながら、また蓋をします。完璧。あー、ゴムじゃないとこ触った。あ、良い子は真似しないでね。でね、これをね、4分ぐらい置いてたら、こちら。なんて言うんだ？カルドでっぽいよ。鶏の元？カルド。わかる？あれ、わかんないです。日本語で。ほらね、みんな。もう、真緑でしょ。超緑だよ。もうこれ緑チーム大合格、緑チーム大合格です、これ。生放送終わってね、もう昼の時間なんですけど、今からね、結構難しいものね、作っていきたいと思います。何を作るのかというと、パスタでございます。そしてね、パスタをどうやって紫にするのってね、聞かれたら、こいつらを使ってやっていただきます。そしてね、見てみると、それではこれが飛び散らないことを願って、これでぶっ潰していきたいと思います。やば、何これ、これ絶対飛び散るっしょ。もうこの中でやろう。俺、殺人事件の現場に見えるんだけど、殺人の現場に見えてきたら完成ってことで、お昼はオレンジチームサーモン食べたいと思います。実はね、ショッピングの時にサーモン買いに行きたかった時に、ちょうど魚屋が閉まってました。なので冷凍サーモンを買いました。これもね、解凍してるんですけど、見てみるか。ダラーン。このサーモン、うわー、結構魚臭いな。でもやっぱり焼いてみましょう。焼いてみて美味しいかどうか。昼はね、サーモンというシンプルな食材なんだけど、まあオレンジ色を縛るっていう意味では大事。そしてさらに、かぼちゃ、パンプキンです。めっちゃでかいね、パンプキンの一部を買ってきました。これね、思ってる以上にみんなオレンジっすよ。カメラでどう映ってるか分かんないけど、超オレンジです。はい、このオレンジ色のかぼちゃで、かぼちゃスープとか、あとね、このかぼちゃベースのクリームっぽい美味しいソース作って、オレンジ色のパスタ料理、夜は作りたいと思います。火入れました。サーモン焼いてみたいと思います。皆さん、ちょっとね、僕食べ物スープを混ぜるためにミキサーが必要なんですけど、僕持ってないんですよ。ケンゾーしか持ってないので。放送中です。怖っ。僕を見た。OK。ナイス。よっしゃ、皆様ゲットしました。さあ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 、皆様、ケンゾーからね、ミキサーをゲットしたので、これを開けます。開ける方法が分かればな。はい、いらっしゃいませ。いや、そしてここのブロッコリーとほうれん草とかの混ざり合いの中に入れていきます。もう全部入れるか。さあ、これでいくよ。これで、ほら、あー怖。まずはゆっくりね。オッケー、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。ゆっくり潰していきます。うわー、皆
様皆様ご覧ください、緑スープです。あっ、ほほっ、うまっ。もうちょっとスパイスが欲しいね。塩一振りでしょ。 OK。 チリフレークをもうちょっと。 OK。 ちょっと多かったかもしんね。そしてオリーブオイル。 OK。 これを混ぜたら多分世界で一番美味しいスープになります。皆さんにちょっと謝ることがあります。ちょっとね、僕スープ完成したじゃないですか。で、ちょっと時間余ったんですよ。だからズッキーニとアボカドを使ってちょっとなんか横に置くものを作りました。はい、ズッキーニをね、細く切ってフライパンで焼きました。アボカドを潰して塩、オリーブオイル、そしてライムジュース、ライムジュースを入れてね、混ぜたんですけど、この上にこれを乗せます。うわあ、何ここ、ミシュランスターレストランですか。完璧に緑な食べ物でございます。神ですね、僕は。パスタをね、作る準備できたけど、この赤い気持ち悪いペーストをね、少し入れていきます。どんくらい必要なのか分かんない。でもこの変なやつの味になったらちょっと気持ち悪いからマジでやだ。じゃあ卵をね、壊して中にね、どんどん小麦粉、あ、まあ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 、汚くなるのはしょうがない、パスタ作ってんだから。それは汚くなる、カウンターの上は。汗、血、涙、1時間半ね、流してきたんですけど、結構いい感じです。ここにね、僕の紫色のパスタがあって、こっち側にね、僕のあの、ちょっとね、これを入れた、パスタのための水。ここにね、バター溶かしたんですけど、ニンニク。マジで美味しいパスタができる。さらにね、ソースもね、この後作るんですけど、見てください、この紫ソース。チーズと卵とこの紫のやつ使ったんだけど、とりあえず俺が一番心配してんのは今このキャベツ味にならないでくれって感じ。キャベツ味になったらマジで悲しい。では入れていきましょう。よいしょ、ドボン。やべ、まずいやつがない。よいしょ、カモン。この紫色の水でお前は美味しくなるんだ、頼んだぞ。麺がね、太くなるのは分かってたんだけど、うどんみたいになってる。この超硬い生地をめちゃくちゃ平らにするのって結構むずいからね、マジで疲れる。だからもういいやつって太くした。この匂いをみんなにもう届けたいんだけど、無理です。バターとニンニクの混ざり匂い、本当に噛みすぎる。もうパスタも入れていきたいと思います。この変な色のペーストを入れます。サーモン焼けてきましたね。美味しくなるかな、これ。うん、うまい。大丈夫だ、冷凍サーモンでも全然うまいです。テラスからマルクの声が聞こえる。ラーラーラー、すごっ。おおおおおお、やばいやばいやばい、すげえだろ。サーモンです。サーモンめっちゃオレンジでしょ。いい、結構いいね。でもこれ僕本気まだ出してないし、これは正直関係ない、俺の晩餐の凄さを見せてやる。あ、僕も有名すごいから。ズッキーニの上にグアカモレ乗せたやつ僕食べてないんですよまだ。いただきます。ほら見える、ズッキーニの上に乗ってんの。ズッキーニもうちょっと焼いた方が良かったかも。うん、熱いスープ飲みとこうなるでしょいつも。このスープ普通に好きなんだけど、めっちゃ。完成しました、私の紫色パスタ。ちょっとマルクたちのもね、見せていこう。すごい気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いっしょ、色が。でもマジで気持ち悪い。マジで神のみたいな匂いだよ。私の皿を見る準備ができた。3、2、1。じゃじゃん。オーマイゴール。結構すごくね。パスタ？パスタ、パスタも自分で作った。自分で作った。おお。結構頑張ったよ、OK。ピンクー。いや、まあまあ、紫寄りでいいと思う、これは。いいでしょ。うん。味は？何入れた？ニンニク、チーズ、そしてキャベツとビートルート。でも、味はほぼない。キャベツとかの。まあ、何もない。めっちゃまずそう。いや、普通にうまい、普通にうまい。さあ皆さん、ちょっと僕腹減ってきました。理由はね、僕昼ご飯はあのスープとズッキーニにアボカドのせたやつしか食べてないじゃん。だから夕ご飯はね、ちょっと腹いっぱいにするためにパスタ作ります。でね、事前にこちらズッキーニをね、細長く切ったんですけど、これをパスタのソースに入れたいと思います。で、パスタのソース、緑のパスタのソースって言ったらもちろんペストでね、僕正直に言うとパスタ料理の中でペストソースのパスタってめっちゃ大好物なんですよ。で、ちょっとね、玉ねぎも入れていきます。ああ、玉ねぎじゃない。ニンニク、ニンニク。あとね、ケンゾーとマルクなんか夕ご飯頑張るって言ってたから、それが楽しみです。何作ってくるのか楽しみ。皆様皆様、僕ね、さっき腹減ってるって言ったじゃないですか。だからね、これ全部作ります。レッツゴー。オッケー。はよ、はよ、はよ。
あよ。なんかね、こういう動画いっぱいやってるからさ、僕料理がうまくなってる気がする、本当に。夜はね、チャーハン作りたいと思ってるんですけど、まあね、紫色のチャーハン。そのためには、紫色のライスが必要なんでね。これがね、夕食の1皿目のために作るものなんですけど、これがね、さっきのこのキャベツ、玉ねぎ、紫玉ねぎ、そしてね、ナスの中身なんだけど、ナスのね、外がね、ちょっとせっかく紫だから、これね、使おうと思ってて、これを全部焼いて、ちょっとチーズつけて、それをね、この中にまた戻す、みたいな感じでね、予想としては、ここにナスがポコンって乗っかってて、ここにライスがポコンってあって、ここにスープをポコンってね、置きたいと思います。第1ステップのね、このナスリーが完成したんだけど、これ結構、多分紫だよね。俺、色もだから、何回も言うけど、多分紫だよね、これ。そしてね、こっち何作ってるのかというと、さっきのパスタの水を使って、スープ作っております。これが何かわかりますか？その通り、紫色の卵です。そしてスープにね、入れていきたいと思います。これ紫色でいいよね、このスープ。どう？みんな結構紫色っぽい気がするんだけど、なんでこんな嬉しい顔してんのって思ってるかもしれません。昨日買ったのに飲み忘れてたものが一つあったんです。ドンシモン、これね、サングリアって言って、スペインではすっごいティピカルなあのドリンクなんですけど、簡単に説明するとね、フルーツジュースとワインが混ざったものです。紫、黒く見えるかもしれないけど、紫、赤紫です。思ったより紫だぞ、見てみこれ。普通にね、ちょっとこれより紫にならないかなと思ったけど、意外といい感じだった。そしてね、器に入れて形を作ります。オレンジの夕食作っていこうと思います。今回の料理で大事になってくるのはこのパンプキン。ちょっとしっかりとカットしていこう。秘密兵器、これを使っていきたいと思います。おお、かぼちゃができたぞ。これオッケー。じゃあ今から分けます。スープはここで作ろう。少しここに入れていきますか。ここに牛乳をちょっと入れますが、それでもオレンジ色は保たれると思います。入れすぎたかこれ。シータがね、カットしちゃいましょう。うわ、ガチでうまそうこれ。やべ、入れすぎたかも。頼む、うまくいってくれ。オレンジキノコとオレンジチョリソー、これをこの中に入れていく。うわ、めっちゃいい香り、めっちゃいい匂いする。これはこれチョリソーがめっちゃ大正解な気がするね。味がうまくいってるか分かんない、そういう問題が起きる。登場。なんかさ、高級っぽいんだよ。なんかちょっと高そうに見える。やばい、めちゃくちゃ美味しそうなスパゲッティできたわ。うわ、めっちゃいい香りするし、すごい。うわ、これマジでうまいぞ、すごいぞ。あとこのオレンジの完成度にもうビビります。こんなオレンジなスパゲッティ見たことないでしょ。さあ皆さん、かぼちゃ、オレンジキノコ、オレンジチョリソーのトマトソースがけオレンジパスタです。見てください、このオレンジ度合い、うまいです。ちゃんと肉も入ってるし、野菜のキノコ、キノコ系も入ってるし、これはもう大成功と言っていいでしょう。やばー。うお、やば。これもうパーフェクトオレンジじゃない。パーフェクト、これ以上のオレンジない。僕のも結構すごいよ。みんなパスタや。もうパスタだよ絶対に。そして見てこの色の差がすごいよマジで。俺このチャレンジやるときに本当に皿並べたらもうその一色だけやってるっていうのがいつも衝撃。本当本当本当。健造の楽しみだわ。初紫ダンブルドア。やばっ。えぐいえぐい。色の違いすごくない？もう紫、オレンジ、緑、完璧だね。一個一番すごいと思うのが、今年じゃなくて今回初紫。紫、すごいすごい。頑張ったね、頑張った。オレンジも珍しいよね。ね、しかもこれ赤じゃなくてちゃんとオレンジって言うでしょ。何で作った？そのオレンジ色は生クリーム、もしかして。まずこの麺はすごくない？確かに赤いオレンジ色の麺だね。え、これマルク自分で作ったの？そうそう。嘘つけ嘘つけ嘘つけ。でもソースはすごい。まずかぼちゃをすりおろして、もうさらにこのソースはトマトとパルメザンチーズも入ってます。あの一番ハロウィン風になってね。めっちゃハロウィンだね。さすがハロウィンディッシュよ。もうこれ何なの？これね、このスープほんまにそれ。実はパスタ茹でたね。俺パスタ茹でた時に出てきた紫色の水を使ってスープを使った。あ、オッケー。その水だけかと思った。違う、それは違う。そのスープうまいのか？え、まあ紫玉ねぎも入ってるんだよ実は中に。おお、え、キモ。待て待て、皆さん、僕はズッキーニとペストをパスタに混ぜただけです。じゃあ一口目食べますか。ご一緒にいただきます。いただきます。うまい。シンプルだけどすごい。うん、うまっ。やっぱチョリソーが超味効いてる。うん、でそうね、かぼちゃさ、なんか意外と甘いんだよね。その甘いのをどういうふうにこう
逆手にとって、例えばこれチョリソはちょっとスパイシーだからそれを打ち消してくるんだけど、結構難しいかぼちゃ料理って普通にうまい。もう紫キャベツ以外紫のものがほぼないもん、ビートルート以外。紫すごいな、よくやったな。うわ頑張った。これは拍手、みんな高評価だよこれは。お願いします。このご飯ちゃんと形できてんのかも。じゃあみんな、僕たちを苦しめたいと思った人、次回パスタ禁止でやってほしかったら高評価。じゃあ1000突破したら、おお、やろうかな。1000突破したら皆さん、次回パスタ禁止ですので、はい、あとどういう色が見たいのかもコメントの方で教えてください。そうだね。それでは皆さん、第何回目か分かりませんが、うん、第6回目、すげえな、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。次回何の色やってほしいですか、そしてパスタ禁止やってほしかったら高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。皆さん通知をオンにしてください。うん、通知オンが大事です。もう、はい、チャンネル登録も嬉しいですけど、通知オンにして次回の動画見逃さないように。スリッツワン、アディオス。